空賊は、主に武装した航空機などを用いて、航行中の航空機や、地上の街を襲撃し、略奪行為を行う、架空の盗賊のこと、空の盗賊、SF やファンタジー作品に登場することが多い。多くは海を舞台にした海賊、山を根城にした山賊などの、いわゆる盗賊のイメージをそのまま空に映したものとして描かれる、一機もしくは、 複数の航空機を所有して一段をなし、海賊や盗賊と同様の行為を行う。物語の世界観によって現実的な航空機を用いているものもあれば、飛行空母や魔法などの特殊な技術を用いた航空機を用いているものもある。義賊として描かれるものも多い。海賊と違って歴史的に実在したことはないが、ファンタジーなどの物語ではしばしば用いられる。題材である。 日本で空賊という語が登場したのは、田中幸太郎の階段、追っかけてくる飛行機の記述が確認できる限り、最初である。海賊があるから、やがて空賊というのができるかもしれないよ。田中幸太郎、追っかけてくる飛行機ドイツ語では、ラフトパイラットという語が1908年に登場している。英語には空賊を一語で表す単語はなく、 空の海賊ということから一般的にはエアーパイレートやスカイパイレートなどと表記されるがどちらも20世紀初頭には登場している。セッペリン L23 とロイヤル号これまで空からの海賊行為は少なくとも1回記録されている。第一次世界大戦中の1917年4月23日英国向けの木材を積み荷として北海を航行中だったノルウェーの民間ホブ船 ロイヤル号がドイツのツェッペリン飛行船 L23 号の搭乗員に乗り込まれて打捕された。遭遇後、ツェッペリンは船の上を旋回した後、すぐ近くに来ると船首正面に爆弾を落として停止させた。そして近くに降りた飛行船から3人のドイツ人が船に送り込まれ、ロイヤル号の船員は閉じ込められた。翌朝ドイツ海軍の駆逐艦が現れ、さらに人員が乗り込んできた。 しかし彼らはホや作具を操ることができなかったため、閉じ込めていた船員らを解放すると、船をドイツのクックスハーフェンへと向かわせるよう命じ、翌朝に到着した。ロイヤル号はドイツの裁判所に押収され、売却された。その後は、戦時中も戦後も、ドイツのいろいろな海運会社に売却されて使われたが、1924年にスクラップとなった。 また、ハイジャック犯のことを英語でエアーパイレートと呼ぶことがある。世界で初めて記録された航空機ハイジャック事件は1931年に起きており、エアーパイレートという語はその何年も前から存在していた。また、日本でも日本航空ハイジャック事件が続けて起きた1970年代には、ハイジャック犯のことを空属と呼称した記事がいくつか出ているが、現在は、 その意味で使われることはなくなっている。ありがとうございます。